人生を変えるのはね、一番早いの何か分かります？はい、自分の人生を変えるのね、そこで顔を変えるって言うと思ったでしょ。まあそれもあるんですけどね、一番ね変えるのはね、人付き合いですね。人のつながり、要はどんな人と出会うかとか、どんな人の、周りにいてるかっていうのがまず一つ。それから自分の環境ですね、場所を変えるね。自分の住んでる場所もそうですけど、環境を変える。それからもう一つ大事なことがあります。言葉を変えるということがありますね。言葉、言葉ということは要は思考ですね。自分の脳の中で今日はちょっとこうなんかトラブったことがあった時、これ最悪やとかっていうね、言う人たまにいてますけど、この最悪やっていう言葉を発することによって最悪なことをどんどんまた引き寄せてしまうというね、要はもう思考の連続がそういうふうな現象を形作っているというね、竜巻ですよ。竜巻、はい、わーってね、あの力ってすごない？車とか持ち上がって何とかしますやん。でその竜巻っていうのはある種のその波動の回転数なんですよ。でその回転数が速ければ速いほど強烈なエネルギーになるんですよね。でこれがあの竜巻っていうのはマイナスのイメージが強いからああいう被害になります。だからああいうエネルギーで、俺はダメだ、私はダメだ、私の人生ついてない、最悪最悪最悪って言ってたら、その念がものすごい回転数になって、マイナスのエネルギーがあって、その自分の体を痛めつけて病気になったり、いろんな事故を巻き込んだりするっていうふうに言われてるんですよね。で逆にね、それをいい意味で回転をさせていって、ものすごいエネルギーで、私は愛を与える、愛を与える、愛を与えるって言って、人々のために愛を与える、そして自分は最高に幸せとかいうプラスのエネルギーをぐーっと持っていると、そのエネルギーのプラスに巻き込まれて、いいものばっかり寄せてくるわけですよ。結局この今の言うその思考ということで考えていくと、まあ、いつも僕これね話しますけども、まあ、表に現れている現象面、例えばこれ顔ということもそうだけど、上に現れる顔の形とか印象というのも、すべてこの根っこの見えない部分ね、この生い立ちとか環境、性格、この脳タイプ、このいろんな見えない部分、潜在意識的なところの部分が上にニョコニョコニョコっとこう顔を出していく、これがまあ現象化であったり、まあ、顔がこう変わるっていうね、まあ、本当に目に見える形になって現れると思ってます。だからこの方の顔すごく素敵やなとか、この方のオーラすごい素敵やなって思うのは、この舌ですね。舌が素敵っていうことですよ。要はもう舌が素敵でないのに上に素敵っていうのが現れないというね、まあ、翔さん分かりやすいよね、これね、そういう部分で僕のこの講座とか、まあ、メイクレッスンとかは全てこの舌の部分を顕在化させるためのいろいろと時間をとって、やっております。まあ、その中の一つに脳タイプっていうのが結構ありますよと。この脳タイプはもう本当に自分が知らず知らずのうちに、まあ、潜在意識的になんか行動をとってしまってるっていう、そこをまあ気づかないと、まあ、修正できないということなんで、まず自分の脳タイプを知って、それからたくさんある脳タイプの方々の特徴をしっかりと理解するっていうのが大事になるかなと思います。考えてみるとですね、まあ、細胞で一つ一つの細胞で体ってできてますよね。でそれって細胞一つ一つにこう遺伝子があるわけなんですけど、もう遺伝子レベルで刻まれているあの記憶だとか、親からもらった遺伝子だとか、そういうのに全部こういろんなことがこう記憶されてるわけなんですよね。だから自分では気がついてないこととか、自分ではどうしようもなかったこととかって変えられないって思ってたんですけど、変えられるんですよね、実はね、そこに気がつけば。だから先生が言われるように、いや実は運が良かったんですよとか、もうあの危機一髪のところでこうありえないようなことが起きたとか、それってやっぱり自分の中でこう遺伝子にこう刻まれてることって、気がついていなかったこととかでも自分が気がついてこうしていこうっていう風に意識をすると変えていけれるっていうのが、まあ、私はメイクの力を借りてそれも体感できたし、そういうのを皆さんにやっぱり知っていただきたいっていう、もう気持ちがいっぱいありますよね。